こんにちは、デリッシュキッチンです。ミートチーズディップのご紹介です。ソーセージ5本を用意し、半分に切ります。ボウルに合いびき肉 150g、 玉ねぎ4分の1個分、人参3分の1本、ホールトマト缶2分の1缶、塩小さじ2分の1、胡椒少々、薄力粉大さじ1、ケチャップ大さじ1を加えてよく混ぜ合わせましょう。ふんわりとラップをし、600ワットのレンジで5分加熱したら、一度取り出してさらに混ぜます。そしてラップをせずに600ワットのレンジで5分、水分が飛ぶまで加熱しましょう。別のボウルにホットケーキミックス 150g、 卵1個、サラダ油大さじ1を加え、よく混ぜ合わせます。生地をひとまとめにし、これを10等分にし、1つずつ丸めて耐熱皿に並べます。上からソーセージを埋め込み、中央に先ほどのミートソースを入れ、ピザ用チーズ 30g も振りかけます。200度に予熱したオーブンで20分焼き、チーズに焼き色がついたら完成です。ホームパーティーにもぴったりですね。以上、デリッシュキッチンでした。